サタンバレー。いや、これすごくない？走んなくてもいいんだよ。これでサタンバレーからどっかに行くのも、もう楽勝ですよ。ただ、命の角笛はね、買っておきましょうね。一個ずつ持たせればいいかな。でもみんなちょっとアイテムいっぱいなんだよな。さあ、お金も下ろして、7000円ぐらいかな。で、あ、持てるね。はい。こっちじゃないかな。あ、命の角笛。はい。ネスに、ポーラ。ジェフ。まあ、1個ずつ持っとけば安心でしょう。はい。よし、これで大丈夫だぞ。多分、まあ、ついでにちょっと温泉に入っていきましょうかね。ちょっとなんかここら辺重いんだよな。さあ、温泉に入って回復回復。まあ、てかどうせ止まるから回復しなくてもよかったか。ちょっとさ、ジェフにアイテムをね、直してもらいたいから、何回かちょっと止まってみようと思います。はい、で、何回か止まったんだけど、ちょっと1個しか直さなかったね。この虹色ビームってやつしか直せなかったね。さあ、ということで、あれかな。一回、場所に、ランマに行ってみようか。なんか、戻れ的な話してたもんね。さあさあ、ランマに来ましたが、写真です。さあ、一枚パシャリと。まあ、戻ったからってなんかあんのかっていう話だけど。また一枚。これはちょっといいんじゃない？4人綺麗に揃って、うん、邪魔者もそんなにいないし。あ、いい一枚だね。はい。あなた方のこれからの戦いにはますます不吉な影が色濃く差しています。くれぐれも油断めされぬように。え？なんだ？それだけ？みちみち化け物に会われませんでしたか？この頃はどうもこの平和な国にもよからぬことが。敵には会ってないよね。ちょっと一回セーブしておこうか。パパに電話して。ちょっとプーのレベル、プーのレベル上げたいな。あ、そういえばウサギでさ、行けなくなってたとこどうなったかな。まだ行けないかな。あそこに行かなきゃいけないとかなんじゃないの、もしかして。この下だよね。あれ、まだ下か。あ、まだウサギがいるということはいけないということなのかな。タイミング的にまだっていう感じかな。うん。じゃあ、戻りましょうか。スカラビだね。いやー、便利便利。
で、あれだね、多分ピラミッドに行かなきゃいけないのかな。さあ、こっからは暑いからね、回復していきながらっていう感じかな。なんかアイテムあったりせんかな。お、なんかいるぞ。喉が渇いた旅人に水を売ってあげましょう。高いよ、高い水いらない、干からびちゃうよ、知らないよ、まあ、とりあえずは大丈夫でしょう。ヒント、あ、これ敵じゃね。まだプーが戦ってるとこ見てないからねプーがどれぐらいのもんなのか。空振り1。ダメですわ皆さん、どうしようプー防御しとかないとダメだな。そしてこいつ強いな。あ、レベル上がるでしょう。はい、ちょっとプーのレベルを上げながらね、行こうかなと思いますね。ヒント屋さんがいるな。お、回復してジェフかな。で、これ触っておこうか。あ、サソリいたな。サソリの攻撃食らったら毒になりそうだよね。スケルピオンデッド。はい。で、まあ、プーはちょっと変身してみる。何に変身すんだ。いやー、127。痛いよー。うわ弱かったー。あ、ネース51。はいはい。お、12アップいいねー。プーもレベルが上がっていく。お、PB が一気に8。いいねー。さあ、ライフアップをプーに。今レベルが低いから1なのか、装備をしてないから1なのか、ちょっとわからんね。お、なんだこれ、写真だどこにいるの木の上に止まってるよ。いや、これサムネになるかもしれないどこにいるのよ、ほんと。あれ、開かないね。これ順番あるんだろうな。どんな順番、なんかヒント的なのないの。ピラミッドの扉は固く閉ざされている。いや、ヒントさ、ヒント的な、なんかカチッとかさ、問題なし、問題なし。え、ヒントないと無理じゃね？はあ、ヒント屋さんのヒント必要じゃないのこれ。なんか豚の花みたいなの買ったよね。説明。鼻に貼り付けるとマジックトリュフの匂いを嗅ぎ分けることができる。何度でも使える。ついでだからマジックトリュフの説明をざっとしておこう。マジックトリュフとはジメジメした場所の大木の根元などに生えているキノコの一種。生えているといっても地面の中に埋もれていることがほとんどで、目で見て探すのはとても無理らしい。食べるとサイコパワーがドーンと回復するらしい。詳しくはマジックトリュフの説明をご覧ください。ちょっと待って。うわ、こいつめんどくさそう。なんか UFO 系めんどくさいんだよね。気配り UFO。ガードしとく。
もうちょっとレベル上げてから動く方がいいような気がするから。よしよし。はい。ロイヤルアイスティー。おー、何それ。プのレベルが上がる。サクサク上がっていくね。サイマグネット。あー、敵いっぱいいるな。はい、PK スペシャル使ってみようか。あと、こうファイヤーにはなんか強そうな気がするんだよね。ベータで使ってみる。プーはガード。フリーズの方が効くと思うんだよね。あ、敵の HP 多いね。あとはタコ殴りでいってみようか。プー変身してみようか。あ、倒したわ。さあ、またレベル上がるか。はい、22。 HP1 しか上がんなかったな。さあ、これヒントを聞いた方がいいのかな。聞いてみようか。ちょっと待った、100ドル100ドル。いや、ちょっとピラミッドのなんか説明みたいなのしてないの誰か。はい、ピラミッドの中にどうやって入るのか。まあ、ちょっと100ドルを下ろしてヒントを聞くでもいいんだけど、そうしてみようか。何も書いてなかったよね。1000円ぐらい下ろしておきましょう。で、ヒントヒント。あー、敵。はい、プーのレベルが23。それとあれだね、日射病になっちゃったね。ヒーリングのベータかな。はい、それと回復しておこうか。はい、でヒントください。サマーズにあるスカラビ文化博物館の2階には行ったかい。ひょっとしたらヒエログリフを見ることができるかもしれないような気がする。今日はここまで。あー、スカラビ博物館に行かなきゃいけないのか。じゃあ、テレポートでスカラビに行きます。え、スカラビ博物館、サマーズじゃない？サマーズだよね。スカラビはここだもんね。2階には行ってないっけ。どうだったっけ。いやー、マジでやっぱここはぼったくられたなこのショップ。いや、高いだろうなとは思ってたんだけど、めちゃくちゃ高かったね。はいはい、ここね。え、2階行ったような気がするんだけどな。まあ、とりあえずお金払って。あー、なんかこいつその宝石を私に。そっちの弁髪の人って宝石なんか持ってた？わかんないけど、はいにするか。よほど勉強熱心な方、その気持ちに打たれました。どうぞお入りください。宝石なんか持ってた？あー、ちょっと敵じゃないこれ。敵じゃん。ひび割れ男。大丈夫かな？あ、ちょ、待ってよ。ひび割れ。多分フリーズが効くかな？で、プーはガードしておきましょう。348。うーん、88。痛いねー。回復で、ライフアップをプーに、サイのフリーズガンマ。で、打つで、プーガード。これ倒せんじゃない？もう。
あ、よしよしよし。はい、10000。やば。ヒーラーの包帯。ホーラーもレベル上がっていく。IQ4 アップ。17アップいいね。24、なんと3アップ。はいはいはい。11アップすごい。ブレインショック。25にもあった。で、すぐまたバトルになるから。回復して。はい。で、もう1匹と戦いましょうか。またフリーズガンマで撃つ。変身してみようか。400。全身の力を抜き、すべての息を吐き出した。プーはひび割れ男に変身できなかった。こいつ自身に変身するのか。ああ、なるほど。これでまた倒せるでしょ。ガード。よしよし。ジェフ危ない。はい。ミイラの包帯。はい。ジェフレベル上がっていく。で、プーも上がっていくでしょ？お、HP15 アップいいね。12アップ。よし。じゃあ、ライフエップベータで、ジェフ回復して、で、プーも回復させようか。で、これ？素晴らしい。偉大なる歴史を感じるでしょ？この小さな宝石以上の価値のある。わっはっは。この間もヘリコプターでサマーズにやってきた富豪の少年がね、ヒエログリフを写真に撮っていきましたよ。あん時は現金をたっぷりもらったっけな。大きいだな。プーがヒエログリフを読んだ。天よりの侵略者に我々は四角錐の要塞を建造し、戦いに備えた。しかし我々は敗れた。だが我々の要塞はスカラビの神々によって守られた。天から来た侵略者は千年ごとに生まれ変わり襲ってくるという。侵略者は時の彼方に隠れ悪の巣箱を置いた。時の彼方は魔境の遥か先、地の底の向こう。魔境は暗き闇、鷹の目だけがある。スフィンクスが全てを守り、真の勇者の訪れを待つ。4325。これ、これだな。ちょっと待って待って。これはメモしておかないとダメなやつですね。4325。スフィンクスの前で踊れ。ネス、なんとかスカラビに行ってみよう。ピラミッドが鍵だ。よし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 。ちょっとお待ちを。勉強熱心な方にヒエログリフの写しを特別に差し上げましょう。あ、人類の文化のために役立ててください。今書いてあったことが、まあ、わざわざ戻ってこないように書き記してくれたってことかな。さあ、ということで、じゃあスカラビに戻って、2345って踏めばいいのかな。スカラビ